川崎マリエン川崎マリエンは、神奈川県川崎市川崎区東大城島にある、社団法人川崎港振興協会が運営を行う会館。川崎マリエンのマリエンとは、マリン、エントランスの略称である。高さは60メートル、展望台の高さは51メートル。正式名に振興会館とあるが、公園設備も備えており、テニスコート、バーベキュー設備、 体育館などが整っている。かつては建物内に川崎港を紹介するマリエンプラザというコーナーがあったが2006年前期に機器類が撤去され空き部屋と化している2009年8月にビーチバレーコートがオープンした地上50メートルにある展望室からの風景は絶景であり人気が高い展望室の一つ下のフロアには展望レストランがある定期的に 川崎港祭りが開催されている。景品運河に迷い込んできた巨大なホウジロザメの白星がコミュニティホールに展示され目を引いている。後に公募で川二郎の名前が付けられた。同建物では映画やドラマ等の撮影が頻繁に行われており、1階エントランスには撮影で訪れた俳優やタレントのサイン色紙が数多く飾られている。 2014年には日本夜景遺産の認定を受けた。2015年4月には東芝製の世界初となる自立型の水素エネルギー供給システム H2O ネが実証実験として設置された。川崎港一帯は2017年10月7日に港オアシスの登録をしていて港オアシス川崎の代表施設である。ありがとうございます。